動画始まってる。あれなんでだ、タイマーなのか。はい、どうも、ティートたかしです。はい、今日も、動画を撮っていきたいと思います。2つテーマがあります。まず1つ、どうしていつからタガログ語が分かるようになったの。2つ目、フィリピーナとの結婚じゃないや もとい、フィリピーナとの喧嘩の対処法を話していきたいと思います。まずね、いつからタガログ語が、話せるようになったかっていうと、そうですね、前の動画で話したと思うんですけど、フィリピンのお店にドハマりしたとき、その時がね、そうですね、20歳、21ぐらいだったかな。そうですね、21歳ぐらいでもうドハマりして、近所に住んでる先輩にね、連れて行かれたのがきっかけで、ハマってしまったんですけども、もうその時ですね、フィリピンの女性がタガログ語を喋って何言ってかもう全く分からず、でめちゃめちゃ可愛い子だったんですよ、その子が。で、もうぜひこの子と喋りたいなと思ってね、その子と、その子にタガログ語をね、教わったり、逆に僕が日本語をその子に教えたりっていう感じでね、話してたんですけども、昔ってお通しが来て、まあ、フィリピンのお店行った時にお通し来ますよね。その時に割り箸が一緒についてくるんですよね。で、割り箸の袋の後ろにフィリピンの言葉を書いてもらうんですよ。そこに2つか3つぐらい書いてもらって、それをそのお店にいる間、何回もそのことをお話ししたり、そうね、もうそういう楽しく会話した時って意外と忘れないんですよね。スッともう入ってきて、まずそれがきっかけでしたね。タガログ語に興味が湧いたっていうですか。で、何年か過ぎて、彼女ができて、でその彼女のうちに遊びに行くわけですよ。そしたらそこにね、子供、親戚の子供なんだか兄弟の子供なんだか、めちゃくちゃいましたね。で、その子供らと何回か行ったり来たり、日本、フィリピンをね、何回か遊びに行った時に、その子供たちと一緒に遊んで、その遊ぶようになってからですよね、すっと本当に、なんて言うんだろうな、別に勉強っていう考えじゃないんですよ。なんか僕がね、タガログ語、ちょこっとしたタガログ語で話すとき、その子供らが、ケラ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 ーって笑うんですよね。で、それをずっと何回も何回も、そ子供が言ってくるわけなんですよ。それは違うよーって。そういう感じでね、子供と遊ぶのが僕一番いいんじゃないかって今思ってますね。本当に早かった、子供と遊んでた時の言葉っていうのがね、すごく勉強じゃないんですけど、遊びながら覚えてったっていう記憶がありますよね。まあそんな感じで今に至ってますね。まあでも喋れるって言っても、現地の方にねバーって喋られたらね、あれって分かんない時もありますよ。まあその時はね、聞き直ししたり、知ってる単語がね出てきたらね、あ、こういうこと話してんのかなと思ってね、聞くと、あ、そうだよみたいな返事がね返ってきたりしてるんですよね。そうですね、やっぱ一つ言えるのは、子供と遊ぶこと。おそらくね、みんな見てる方でもね、
フィリピンに遊びに、行く方多いと思うんですけども、その時にね、彼女がいたり奥さんがいたり、その周りには多分たくさんの子供がいると思うんですよ。ぜひね、そのお子さんたちと遊んでみてください。本当にね、びっくりするほど分かるようになりますよ。はい。で、次に2つ目。2つ目のテーマは、フィリピンな彼女との喧嘩の対処法。これ僕の場合なんですけどね。どうやってその喧嘩した時にもう早くその喧嘩をやめるっていう対処法なんですよね。で、皆さんもね、多分彼女さんと喧嘩したり奥さんと喧嘩したり、かなり言い合いになると思います。でも結果は負けるでしょ。はいはいはい、分かったってなるでしょ。で、それが一番いいですよ。で、僕の場合は、ね、寮母がガガガーってやっぱり言ってくるわけですよ。もうちっちゃいことでね。その時に何回かはやっぱり言い合いしますよね。2、3回です、僕の場合。で、あ、これはダメだとなった時に、もうその場から僕は離れます。それが一番いいです。その場にもういない。言われても、もうしかと。で、30分から1時間。もうね、近所にね、知り合いがいたら、もうそこ遊び行っちゃった方がいいです。はい。で、30分から1時間経ったら、飴玉でも1個でもいいんですよ。チョコレートとかね、なんかお菓子を1個、あの、サリサリストアで買ってね、それを1つ握りしめて、1時間ぐらい経ったら、戻るんですよ。で、養母はね、やっぱりまだ目がこう目したりねしてますよ。その時にもう向こうが悪いって分かってても、日本人降りるべきです。はい、それが一番平和で一番いいです。とにかく謝りましょう。まあ土下座まではしないですけどね、1分1秒でもね、喧嘩した場合、仲直り、まあそれでもね、直らなかったら、夜を待ちましょう。そう、ご想像の通り、夜、なんとかしましょう。はい。こうやられても、なんとかしましょう。それが一番だと思います。はい、というわけでね、今日はね、ちょっと短めの動画になりますけど、2つのテーマでお話ししてきましたけど、最後に、恒例であります。タガログ語、一つあります。はい。タバナ。わかります?タバナ。はい。これは、もう、やめな、うん。やめなさい。っていう意味ですね。もう一回言います。たまな、やめなさいっていう感じです。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。